そうそう、僕はですね、去年ついてることに、確か29日か30日だったと思いますけど、朝方ね、激痛が走りまして目が覚めました。朝5時ぐらい、何にこの痛みと思ってね。でも僕は通常あんまり苦しいとか辛いとか痛いとか全く思わないし言わない人間なんですけど、本当にちょっとやばいぐらいやばくて、起きて寝ても立っても転んでもどうしても痛いんで、どうしちゃったのと思ってやばいなと思ったらですね、しょうがないんで救急車乗らずに自分の車で病院に行きました。そしたらね、ついてることに尿道結石、すいませんね、だったんですよ。それでもうね、点滴を、4回も5回もやってもらって、丸1日、点滴を打ってて、病院の中でね非常に、1日熟睡することができまして、ちょうどその前の日本当にね徹夜したんですよ。仙台まで行って帰ってきたらもう朝方でね、で布団に入ったらもう寝れないぐらい痛いんで、で僕はねその時にまた一つ勉強しました。本当にこれね思ったんですよ。痛くなく息をして生きているだけで幸せだと思える時が一番幸せだなと、僕はそれまではねこの空気を吸、目に見えない空気を吸って本当に生きているだけで幸せだと思える時が一番幸せだなってみんなにいろいろ伝えてきましたけど、本当に痛くなくこう生きているだけでも幸せだなと思える時が幸せだなとね、激痛の中、勉強させていただきました。僕はその激痛の中ね、いろいろ歌詞が浮かんできて、すごい究極のいい歌詞ができましたんでね、いつも新曲を歌う歌うって言って歌わないんですけど、それにねまた曲をつけて、そのうちあの時の歌だということで、発表したいと思います。まずは今日さっきタカちゃんがね、歌ってくれましたけども、この曲をいつもみんなで、伝えてシェアしていこうというその諦めないという気持ちね、この世の中には成功とか失敗という概念は、みんなが自分が決めてることであってね、そんなことは存在しません。もう諦めなければ、必ずいいことあるし、やり方が間違ってなければ夢も実現していくし、もうそういう中で諦めないということがやっぱり一番大事じゃないかということで、魂を込めてこの曲を、歌います。君が分からない。
言語何も教えない、感動したことがない、号泣したこともない、許したこともない、生まれた時から諦めたい、命ずるものが全てだと思ってる、とても小さな色の中で、諦めないで、愛することを諦めないで。